ものを作るということ。試作を重ね、やがて商品化し店頭に並ぶ。そしてまた日々の暮らしからアイデアは生まれる。初めて会社に来させていただいた時にすごく楽しそうな会社だなと思って、商品にすごく惹かれましたね。こんな商品あるんだみたいな。たまたまテレビで見た時にここが紹介されていて、でそれでちょうど地元の和歌山で働きたかったので電話をかけて今に至ります。人と関わる仕事というか、自分の身近にあるものを仕事にしたいっていうのはもうずっと学生の頃から思っていたので、面接受けさせていただきました。とにかく決断が早い。こんなのやりたい、あんなのやりたいがすごくたくさんあって、でデザイナー自身もそれを引き受けてやりながら、でも自分の案もこれやろうってやっぱり言わせたいっていうのはすごくあると思います。そこは社長ご自身もかなりアイデアマンで、いつかこう社長にそれを思いつかんかったわって言わせたいと思うんですが、任せといたら面白いもん出てくるわって言われるようになりたい。ものを作るということ、人と人と人がそれぞれの意地と熱意と思いをつなぐ。チームは共に育まれ、また人の心も育まれる。ちゃんと上下関係はもちろんあるんですけども、まあ、仲良く先輩後輩関係なく、まあ関わらせてもらってるなとは。営業を支えてくださってる商品を開発するメンバー、それに出荷をしてくれるメンバー、当然商品を作ってくれるメンバー、僕の、今までの売り上げっていうのはやっぱりそういう人たちの力があったからこそ売り上げになったのかな。1500万の商品が、存在してます。でやっぱりこれを毎日5個サンプル持って通っても1年以上時間が費やします。年間100アイテムの新商品、営業マンとしては年間に100もアイテムが出るっていうのは非常に営業の環境としては恵まれてるのかなって考えます。消費者に常に新しいもの、便利なものを、楽しく家事ができるようなものっていうのを考えて製造されてるんで、月に10アイテム近いアイテム数が出る。これってなかなか他のメーカーじゃ味わえない商品の開発力だと思います。ものすごく早いって言われるんですね。商品化までのスピードが、必死で頑張るじゃないですか。で商品になっていくっていうのも、もう一つの小久保らしさかなと思いますけど。私はこの会社に入って初めて営業がこんなに楽しくできるんだなっていうのを感じました。営業は仕事だからしょうがなく売らなきゃならないんですけど、この会社に入っては全ての商品が自分がとても好きな商品で、お客さんも喜んでもらうのがとても嬉しかったです。企業はとても厳しく話しかけにくいという印象が多かったんですけど、実際入ってみたら皆さんとても親切で、話しやすく自分の意思をちゃんと伝える会社になりまして、とても働きやすい環境でございます。本人のやる気次第ですけど、自分自身もすごく成長していける環境かなと思います。私個人としてはやっぱりもっと早く商品ができるような形にはしたいとは思うんですよ。さらにスピードアップして、それがいろんなものにはつながっていくので、足元見ればとにかく早くきちっと商品を作っていく。
自分だけ楽しんだり感動するだけではなく、世界の皆様が弊社の商品を使っていただいて楽しく過ごすことが私にとっても幸せを感じておりまして、世界のさまざまなところで弊社の商品を見れるのが自分のビジョンでございます。はい。消費者に常に新しいもの、便利なものを止まることなく動き続けてる会社です。海南一の企業にしたいと僕は考えてます。物を作るということ、それは人を作るということ。